皆さんこんにちは。今回もですね、スプラックスネットのプレイングサッカー使って、今回はドイツ代表、サッカードイツ代表の、攻撃の一つのオプションとしてタイトルにあるようにフォワードノイヤー、これを見ていきたいと思います。はい、ドイツを使います。これデフォルトのドイツのフォーメーションですね。4-3-3になります。現代サッカーの一般的なフォーメーションです。また以前説明したようにですね、ゼロバックシステム、これを採用します。センターバック2人をこうやって、はい、上げちゃいますね。で、こんな感じで、はい、このディフェンシブミッドフィルダー、これが最終ラインになります。このゲーム、ディフェンス設定するとラインが下がりすぎるんでね、実際の最終ラインに近い動きを再現するための処置です、これは。それでですね、とりあえず一回普通に組んでみますか。ドイツ非常にタレント豊富ですね。ちょっとスピード足りないですけど、はい。かなり強いチームです。はい。ギュンドアン。あれ？シュバインシュタイガー。そうですね。まあ、こんな感じで、はい。それでですね。はい、タイトルになるように、ノイア、フォワードにします。ノイア、このステータスですね。はい、ディフェンス能力非常に高いです。ゴールキーパーとして設定された能力ですね。はい、キック、トップスピード等もゴールキーパーとして設定された能力だと思いますが、はい、パス能力もですね。ただし、やはり攻撃の選手じゃないので、シュート、およびラストバス等ですね。非常に低い能力があると。まあ、これは仕方ないことですね。ただ、ノイア動き出しもあるんで、このステータスでですね、フォワードとしてやれてしまうんじゃないかと。はい。ジャンプ力もありますからね。ということですね。まあ、シュートが入らないんですけど、ヘディングは入るんでね、クロスに対しての反応もいいはずですし、はい、ちょっと使っていきたいと思います。で、ドイツゴールキーパーいなくなっちゃうんですけど、ボアテングを仮にですね、ゴールキーパーにしておきます。で、ゲッツ。まあ、こんな感じで組みますか。はい。逆にしますかね。ちょっと動き見ていきたいと思います。ゴールキーパーバーテングになっちゃいましたが、シュートを打たせなければ、どうということはないんで。はい。はい。クロス真ん中にしますね。ちょっと、くさびというか、フィード当ててみますか、一回。はい、これですね。はい、組み立てもできますね、これなら。でも、ボディコンタクト多少あると思うんで、そこを活かしますね。はい。あ、組み立てできましたね、今ので。うん。で、はい。やっぱり守備時ですね、ノイア、本領発揮は。ディフェンス能力高いんで、ハイプレスの時に、効いてくるんじゃないかと。で、実際ノイアですね、多分、フォワード経験あると思うんで、ゴールキーパーっていうのは、フォワード経験ある選手多いんで、意外と、はい、できると思いますね、これ、本当に。ちょっと、ノイアに対して、アリクロスを、はい。あ、競り勝ちましたけど、ヘディングが全然ですね、今。あれ？そうか、ヘディングは低いんですっけ。はい、クロス。はい、競り勝ちはありますけど、そっか。ジャンプあるけどヘディングないから、ちょっと、やっぱり、ゴールキーパーなんでね、その辺はあるかもしれません。はい、走り出し、あ、ダメですね、やっぱり。今の動き出しだとちょっと厳しいかもしれないです。はい、またアリクロス、上げてみましょう。はい。あ、競り勝ちますけど、やっぱヘディングダメですね。シュートまではいけるんですけどね。はい、ここ、いますね。はい、あ、入りましたね。やっぱ、キック力はありますね、シュート。だんだん速かったんで。はい、ノイアにハイプレス。これ狙ってみます。はい。あ、ちょっと失敗です。はい、ノイアに当てて、ミラーで組み立てると。あ、サイド行っちゃいました。今、ノイア、組み立てに参加して、うまくくさびもらいましたね。動き出しあるんで、
今のような動きなら十分できますね。はい、あ、今、ボディコンタクトありましたけど、弾き飛ばしましたね、相手は。強いですのには。体でかいんでね、やっぱり。あ、今、いい動きでしたね。はい、このようにですね、今、クロスと、グランダーのボール、そしてくさび等の組み立てですね、十分機能してるかなと。ただシュートがちょっと入ってない感じですけどね。はい、また組み立てます。あ。はい。そうですね。くさびもらう動きいいですね。うん。やっぱり点取るところですかね、課題は。まあ仕方ないことですけどね。組み立てができれば十分かなと。はい。パス能力も結構ありますね。正確ですね。はい。このように十分機能してますね、今では。はい。特にハイプレス。はい。奪いましたね。カウンターですね、ここから。はい。今、ノイアのハイプレス守備からカウンターで1点取りました。このようにですね、守備的な選手をフォワードに使う裏技があるんですけど、その場合はですね、ハイプレスを活かすと、前線、フォワードからプレスをかけていく作戦ですね。これが一つの要になってきますね、戦略の。あ、うまくかわしましたね、今。はい。ゲッツェ。ノイア、ちょっと無理か。うまく攻められちゃってますね、今。ボール奪ったら、ノイアに当てて、組み立てと。ちょっと、触りすぎですね、なんか。はい、下がる動きでも非常にいいんで。それで今、なんか、攻撃もうまくいってる感じですね、ノイアのおかげで。悪くないですね。当てて、あら、取れちゃいました。体強かったですけどね。キープがちょっとないかな。はい。ああ、シュート決まりますね。キックが早いんで十分な角度があれば、意外と入るのかもしれないですね。このようにですね、はい。シュートちょっと入んないシーン多かったですけど、まあ、フォワードノイア、十分に機能したということで、今回終わりたいと思います。